このね、俺ね、まあ、去年までこの役者さんだけど、俺やりだったんだけど、実はこれ、祭りの人形ね、俺そういうするんですよ、やらない。うん、上がるとすごく、すごく、上がると余計よ、わかる。下から見るよね。でかいわ。なってまたげちゃうんだろう。うん、俺、半端ない、本当に。綺麗、この奉納メスを笑いてしょけるとすごくいけで、これね、宮大工が作ったんですよ。うん、でほら、飾り物ワンさんの昔から、これもほら、どうしようかな。食べちゃうとやっぱりね、これだったら大きいでしょ。持ってみちゃうとね。だからこれ飾ったのと子供いるじゃん。一緒なんですよ。そういうの。あと大社会はあるのかな。前には実際と言われてるから、あの人ぐらいで。みんなの人は一般の人来ちゃうから。もったいないね。だからもう、西の方の、西側の方が一緒なんですから。大社会です。東京でも大きい方ですよね。あ、これで。ねえ。お祝いとかね、にも分けないですよね。思ったこっちの思いは。あそこ行ったことあります。サメズが、サメズ行きました。それも大きいなんて、大きいですよね。似たような感じだね。そうそう。あとほら、あの品川神社の大きな。なかなか出ないけどね。そう、あれも出ない。あと、富岡か。富岡八幡。あれは別格だよね。あれは一個、二宮の方かな。ちっちゃい方が。あれは、全体は後から。あれはもう、でかい方はとんでもないかもしれない。だって屋根が4畳半だとか6畳半だとか、そっちお祝いの下までこういう感じでしょ。降りてきてる感じ。こうが羽ばたきが来た。よく見取りがほら降りるのがあれ前で、あれの逃げ込んじゃいや。